おう、渋い字だ、渋い字だ。おう、おう、よかった、よかった。また来てくれたか。ああ、ありがとうの。渋い字もの、ちょっと熱いがたまには出てくるのじゃ。ごそごそとの。君たちもそうか。あんまり密にならないようにな、密に。密になるとの。今はコロナが怖いからの。コロナの、大変じゃの。君はもう打ったか？ああ、まだか。の。ちょっと年配でないとの、打てないからの。お父さんは？お父さん言うとまだ若いの。55か。ああ、若い若い。まだまだ大丈夫だけどの。もうそろそろの。まあ、回ってくるんじゃないかの。まあ、日本で作ってないからの。なかなか数も、ちょっと少ないんかの。まあ、でもの、日本も、政府との会社と一生懸命頑張ってやってくれてるからの。もう少しの辛抱です。頑張って待ちましょう。そうだな。ところで、君は、そうか、今日は平日だけど、君がいてるって夏休みだの。いいの。君も若いの。夏休みか。よかったの。いいの、羨ましいの。渋いちもの、夏休み、若い時あったんだ。まあ、ちょっとの、川に行ったりの、ちょっと大きなったらアルバイトしたりの、楽しかった。今はの、みんなちょっと、どこにも行けないから、ちょっとかわいそうだけどの、私らの時代とちょっと違うからの、それとの、でも楽しいのは一緒だろ。宿題は終わったか？半分ぐらい？ああ、ちょうどいいの。半分ぐらいならの、ちょうどいい。ちょうどの、アホんじゃ。全然してない？ちょっとのしとけよ。これのしとかないと、あと大変じゃ。渋いちもの。あとに、あと、あとって残しての。大変だったんじゃ。もう今はの、よく思い出すいうんか、苦しかったの、あれはの、なんか、宿題やってんのか、もう恐怖だったの。まあ、好きなもんはの、どんどん先々進めると思うが、まあまあ、頑張っての。それは学生の仕事だと思っての。まあ、仕事だからの、学生の仕事なんだ。それで頑張ってくれ。それとの、大人になったらの、夏休みでないんじゃ。ある？うちのお父ちゃん、8月の中頃休んでる？夏休み言ってた？それはの、夏休みじゃないんじゃ。それはの、お盆の休みなんじゃ。まあ今はの、ちょっと夏休みみたいに取られているがの。決して夏休みではない。あれはの、お盆といっての、私たち今ここにいてるだろう。先祖さん、ご先祖さん、まあおじいちゃん、おばあちゃんいてるの。あ、まだ元気でおるか。ああ、よかった、よかった。そのの、おじいちゃん、おばあちゃんにもまたおじいちゃん、おばあちゃんいてるんだ。その窓上おじいちゃん、おばあちゃんいてるんだ。ずーっと行くとの、これ全てご先祖さんなんだ。ずーっと上見てごらん。何代も何代も。はい、江戸時代行ったぞ。はい、鎌倉時代。ずーっと行くの。弥生時代。縄文時代。おー、行った行った行った。それぐらいからの、ご先祖様は、我々も、ご先祖様に最後にはなるんだけどの、その人たちがおってこそ我々がいてるんだ。だからそれの、まあ感謝だの。そのためにの、ご先祖様ありがとうございました。私たちも今元気にさせていただけるのは、ご先祖様のおかげです。皆様も、あの世で、ゆっくりと、
お暮らしください。また私たちも見守っていますが、ご先祖様も私たちを見守ってくださいと言うての、まあお祭りする日なんだ。それでの休みがある。だから田舎から出てきた人はの、まあ盆と正月田舎に帰るだろう。私の知り合いにもの、鹿児島で、あと四国の大分もおったかの、その人たちがみんな、まあ、大阪に出稼ぎ、昔ちょっと話違うけどの、金の卵と言われたんじゃ。我々は金の卵、私はの銀でもないし、どうでもないか。でもの、そんな時代だったんだ。その人たちがの、みんな、まあ、田舎へ帰って、お参りするのじゃ。君たちもの、それを、ご先祖様のことを忘れず、祈っていってくれ。君たちの今あるのは、ご先祖様のおかげ。これがお盆の休みなんじゃ。それをするために会社が休みになってるんだからの、他旅行とかいろいろ行ってる方いてるわの、まあそれはおまけみたいなもんじゃの、そういう方もいてる。でもの、心の中ではの、ご先祖様ありがとう、皆さんありがとう、こうやって上向いての行ってくれ。それがまあ君たちの、まあ、生きとる者の務めだ。私もそうだし、私も、もう親がいてないからの、もうとっくにいてない、二人とも。次は私の番だ。私がご先祖様になるのじゃ。私の子供もの、孫もの、私に手を合わせてくれるかの。まあ、それも楽しみじゃ、向こう行っての。おい、今頃何してるかの、何してるかの。わしほっといての。ああ、海へ行きよった、山へ行きよった。こうなるかの。まあの、それもの、楽しみなんじゃ。まあ楽しみはの、いくらあってもいいもんでの。まああの世で、あの世でも、私は親に会うことも楽しみだし、まあ兄弟も一人亡くなってるからの、それも、言っての、話し合いするのがの、楽しみなんじゃ。それと、もう一つ、この世での、旅行なんか楽しい、全国行ってるでしょ。あの世での、旅行行きたいんじゃ。あの世で旅行したいんじゃ。それがの一つの大きな目標なんじゃ。いつ行けるか楽しみなんだけどの。まあそういうのな、考え持ってのこの夏休みを過ごしているんだけどの。君たちもの、夏休みは気をつけてくれよ。交通事故。いいか？あと熱中症。もちろんコロナの気をつけてくれ。海へ山へ遊びに行くのもいいけどの、気をつけないとの。海も行くとの、波がジャボーン、ジャボーン、タタタタタ、ジャボーン、タタタタタ、引き込まれるのだ。気をつけないと。ましての、川。まあ、今はいいけど泳ぐ人はいてないと思うがの、骨になってるからの、ズバーン、足取られての深みはまってしまうんじゃ。ちょっと気をつけないとの。での楽しいの夏休みにしてほしい。できればの、今はちょっとどこにも行けないからの、家小さい庭があればの、浮き袋のちょっと大きいぐらいのプールあるだろう。あこへの水入れてもらってのこれぐらいの、ほんでのお父さんお母さん誰か見てもらって、まあ一緒に入れば言えば一緒に、そしたら楽しいぞ。チャップンチャップンチャップンって楽しいぞ。まあそれが一番いいかの。そこにのアイスクリーム、いいか、アイスクリームとのスイカ、これを用意してもらうんじゃ。どうじゃ君、アイスクリーム大好き。
まあ、嫌いなものはアイスクリーム嫌いだという人が少ないからの、あまり見たことないの。スイカ、スイカも美味しいだろう。カプ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 、うん、わしは大好きなんじゃ。それでの、まあ、あまり食べ過ぎるとの、まあ、腹痛になったりするからの。だから渋いちもの、ほれ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 の、もう用意してるんじゃ。これ見えるかの。良いだろう。こうやってしてたらの、お腹痛くなった時には即これじゃ。よかったの、うん。それではの、元気に夏休みを過ごそうではないか。まああと半分ぐらいだからの、お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんもこの暑い夏を乗り切るため、もうちょっとの辛抱頑張っていきましょう。渋い一もますますご老体に鞭を打ち頑張ります。それではまた会おう。さらばじゃん。